改めて身が引き締まる気持ちというか、これから頑張っていこうという気持ちです午後3時半ごろ、ドラフトに指名を受けた群馬県利根商業高校、内田正大選手のもとへ、担当の高山スカウトらが指名挨拶に訪れました内田選手は高校通算36本塁打をマークした長打が魅力の内野手、また投手としても最速149キロ。 二刀流の活躍も注目されていましたが野手、えー、で、えー、未来の4番を担、えー、ってほしいみたいなことを言われたので、えー、そのようになれるように頑張っていいいきたいなと思います本人も言ってたんですけど、鈴木誠也みたいな選手になりたいという思いがあるようなので、ああいう選手になってほしいなと思います未来の4番候補に期待が高まります。